国鉄14系客車ロマンロマンは、東日本旅客鉄道が1995年から2007年まで保有していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。ロマンロゴマーク、長野支社では12系客車を改造した和式客車の白樺を臨時列車、団体列車などの波動用として運用していたが、老朽化及び車内設備の陳腐化のため後継となる。 和式客車として登場したのが、ロマンである。1995年、車体は、種車の構え体を利用したため各車5機ずつ、搭載される AU13、A 型分散式冷房装置や台車がそのまま、流用された。室内は、和式客車化に合わせて、窓や、客用扉を埋めるなどの改造が行われた。また、普通車、グリーン車に、等級変更されている。 これらの改造による車両番号を800番台とした。変更は以下の通り、かつて国鉄時代に存在した宮尾と車号が完全に重複しているが、ロマンは宮尾廃車後の登場のため特に問題とはなっていない。塗装はブラスゴールドを基調とし側窓の上下がロイヤルブルーとされたが、2000年に畳やファブリック地の 交換を主体としたリフレッシュ工事が施行された際にメタリックゴールドとワインレッドに変更された。1.6号車と中間の4号車の車体側面にはロゴマークが付く。また、これらとは別にリニューアル工事施行の2000年以前には、夜行運転時に通常座席での就寝を目的とした増血用車両のオハ1462が同色に塗装され、編成中間に組み込まれていた。 スロフ14801スロフ14802次長37.0トン。一般室、定員20名。展望部定員9名。乗務員室側連結面を編成内側に向け、トイレ、洗面所、出入台を撤去した部分に心臓をされた。展望室は、全面、側面を平面ガラス11枚で囲み、ソファーとテーブルを配置。間接照明を採用した。 フリースペースである。展望室部分の車体下部にはスカートが装備されている。電源装置として、静観トンネル、関門トンネルの通過に対応した、自動消火装置が装備された、DMF15Hz、G 型発電用ディーゼルエンジンと DM93、型発電機を床下に搭載し、編成全体に給電する。収納式の掘りごたつを採用。 床面を 200mm 高くした浮き床構造の畳敷きに机と椅子を配置し掘りごたつの底部にパネルヒーターを取り付けた。掘りごたつの内部には机と椅子が収納できるようになっており、蓋をすることにより完全にフラットな床面にすることも可能で、これにより定員の増減に対応することができる。また、通路部にもダンパ内蔵の跳ね上げ式畳を設置している。 天井陰室、広衣室、レーザーカラオケ装置、28インチ CRT モニター、冷蔵ショーケーススリいっぱ入れ、収納庫、避難はしごなどを装備する。おろ14801おろ14804自重28.6トン。一般室、定員32名。客室内は前日のスロフ14801.802と同様の掘りごたつを採用している。 客室時切り部には28インチ CRT モニターと AV 機器、カラオケ装置が設置されており、側窓には障子が取り付けられている。トイレは種ネのトイレを改装している側式トイレのままとなっている。種ネに片側に扉あった出入り口は1扉となり、封鎖された部分に流し台と冷蔵ショーケースが設置されている。 オロ1 4 8 0にオロ1 4 8 0に自重28.7トン。一般室、定員32名。基本的使用は前日のオロ14801.804と同様であるが、トイレが前日の2両が、和式のところ本社は洋式トイレに交換しており、また主社の洗面所部分に、男子用小トイレを設置したため、洗面所は出入り口横のスペースに新設された。 オロ14803オロ14803自重28.7トン。ラウンジカー。定員26名。畳敷きの他の客室とは違い、絨毯敷きとなっている。前くらい側にミーティングルーム、中央部に多目的ラウンジを配置。後くらい側には、客用扉を挟んで、トイレ、洗面所、カード式公衆電話、天井飲室健康衣室などが配置されている。 多目的スペース部の側窓は下方にリ0 0 m m 拡大されており、長望性が高められている。EF6441 ロマン1995年11月17日から営業運転を開始した。落成後も一貫して長野総合車両センターに所属し、長野支社管内の臨時列車、団体列車のみならず、達社にも貸し出された。 JR 東日本管内のみならず、北は、関北本線や走り、南は、日方本線経由で、鹿児島本線、鹿児島中央まで入線した実績がある。このほか、北陸本線、高山本線、紀勢本線、三宮線等にも入線したことがある。また、24系統当社を連結して運用されたことも、あった。多客切りんじ列車として運用されたことも多く。 特に、高崎線や上越線で運転された際には、お召し指定機の EF5861 や D51498 が、万越再線で運転された際には、C57180 が当社を牽引したこともあった。しかし、老朽化や、機関車牽引による運用効率の悪さなどにより、後継として485軽電車を改造した、あやが登場し、 2007年3月2から4日に、運転された、長野地区鉄道車両整備号の運用を最後に、廃車となり、同月中に解体された。ABCDEFGHIJKLMNOPQR、新車ガイドに JR 東日本14系、お座敷客車、ロマン、鉄道ファン第36巻、第2号、公有車、1996年2月、 58から62ページ。宮城は1987年4月の国鉄民営化に伴う JR 以降の直前である1986年12月28日に発生したアマルベ鉄橋の転落事故による廃車。消火剤のタンクは抗衣室と壁を隔てた部分に設置。ありがとうございます。